POG2025 から26注目配合チェックその9、ディープ系の母の父キングヘイローってことでね、いやー母の父キングヘイローがねなかなか成功してんだよね。で特に、ディープインパクト系っていうか、まあ実際には北サンブラック産駒を含んでたんで、まあ、ウィンドインハーヘアをね、父の母の母に持つ馬みたいな感じで検索をしたんだけれども、まあ、その中からピックアップ5頭って選んでみたら、結局今年はまあ種付け量が安かった世代のせいなのか、まあ、北サンブラックがリストから外れたんでね、まあ、一応、ディープインパクト系に母の父キングヘイローといった配合が十何頭かいる中からね、面白そうな馬5頭ピックアップしていきたいと思っております。っていうわけで、まずはですね、エイシンネメシスの23、ボバ、父エイシンヒカリ、母の父キングヘイロー、出産時の母の年齢が8歳、母出産時の祖母の年齢が6歳。まあ、エイシン牧場さんがね、結構、繁殖牝馬を、まあ、繁殖牝馬というか、競走馬を買ってきてね、良血も含めて買ってきて、それがまあ繁殖入りしてみたいな感じで続いていっていて、まあ、エイシンヒカリもね、ディープインパクト産駒で、まあ、一時期ね、このエイシンヒカリが活躍した年の、まあ、世界ランキング1位を快走してた時期があったぐらいに、まあ、強いパフォーマンスを見せたことがある馬。まあ、なのでね、まあ、エイシン牧場さん中心の強要になってしまっているとはいえ、まあ、量産型のディープ産駒としては、まあ、実は期待できる新、種牡馬、エイシンヒカリ。まあね、自身が極端な逃げ馬だったこともあって、まあ、極端な客室の馬が多いけどね、まあ、なかなかこう、4進等以内とかってなってくると、活躍馬がない中でも、それなりには期待が持てると思います。まあ、そして、シャイニングさやかの23、牡馬、父シルバーステイト、母の父キングヘイロー、出産時の母の年齢が16歳、母出産時の祖母の年齢が7歳、前子お姉さんに、桜花賞が2着かなの、ファンタジーステークスを買ったウォーターナビレラ、まあ、クラシック戦線でお姉さんが活躍と、前子お姉さん、同じ父シルバーステートのお姉さんが活躍ってことでね、まあ、なかなか多分同じくシャイニングの冠名で走りそうな気がするんで、ウォーターか、ウォーターナビレラと同じくね、自家生産で走りそうな気がするんで、情報が出てくるかどうかっていう点で、まあ一応気に留めておこうかなと、母高齢にはなってるけれどもね、というような感じで見ておきたいと思います。まあ、そして大名プリンセスの23、ボバ、父シルバーステイト、母の父キングヘイロー、出産時の母の年齢が10歳、母出産時の祖母の年齢が6歳、お母さんは重賞2勝なんですが、これもね、多分自家生産というか、そういった形で大名の冠名で走りそうな馬なんだよね。まあ、そうなってくると、まあ多分情報はまあまず出てこないだろうと、初子だけれどもボバに出てそのマイナス要素自体はないしという中で、ただね、出産時の母の年齢がまあ10歳って考えるとまだ若いんだけど、初子の10歳児産駒ってなってくるとね、ちょっと率が悪い気がするんだよな。まあ、7歳8歳ぐらいまでにはね、初出産を済ませておきたい。まあできればね、本当だったらまあ6歳3月引退っていうのは、まあ、資本主義というか一口馬主とかそういったところの、まあ、お金の面とかなの兼ね合いでギリギリ引退を伸ばして6歳3月っていうのが繁殖牝馬としてね、まあ、将来を見ていく上で、決めたボーダーライン、統計上それ以上遅くしちゃうとなっていうギリギリまでこう妥協したラインであって、まあ活躍馬、特に無敗の三冠馬みたいなのを、そこから先定年延長するような馬主はバカというふうに断言していいとは思ってんだけれども、まあそう考えるとね、10歳での初子っていうのはマイナス評価ってことでいいと思います。まあ、そして北さんモデルの23、ボバ、父ディーマジェスティ、母の父キングヘイロー、出産時の母の年齢が8歳、母出産時の祖母の年齢が14歳、おじの北さん三日月もね、種牡馬入りしてますし、まあ、南関東でね、所属しながら交流重賞3勝もしてます。まあ、上3頭は未勝利なんですが、まあ、この品系でね、母の父キングヘイロー北さんモデルで、
まあこの北さんモデルにね、ディープインパクト系の種牡馬が配合されて、このニックスが成立したのはここが初めてになるんですね。そう考えると、ここはこれまでのマイナスっていうのをあんまり考えないでいいのかなというふうにも思えるところ、まあ、もちろんね、ディーマジェスティ産駒か、これでね、本当はこうやって結果を出している繁殖牝馬、北さんの冠名でね、もう3代続いてきた繁殖牝馬で、まあ北さんモデル自体が北さん三日月の全米妹にあた、同じね、父キングヘイローですからね、北さん三日月も。まあそういう期待の繁殖牝馬っていうことで考えた時に、本当は北さんの冠名で走ってほしいし、北さんの冠名で走らせて北さんブラックを種付けしてくれると、まあ一番もう燃えるというかね、そんな感じなんですが、うん、まあ D マジェスティ3区でもね、同じようにニックス配合だと信じて、まあ情報をちょっと待ってみたいなというふうに思います。まあ、そしてレムミラスの23、牝馬、父ミッキーアイル、母の父キングヘイロー、出産時の母の年齢が12歳、母出産時の祖母の年齢が7歳、おじ、お母さんの弟にマーキュリーカップ3着のテルペディオン。ちょっとね、上も未勝利なんですけどね、まあ、一応まだ母13歳児足切りラインにかかってないので、まあ、今回、頭数合わせで入れた感じもしますけどもね、まあ、ミッキーアイル自体、このディープインパクト、量産型のディープインパクト3区の中では、種牡馬成績がしっかり出ている方だったりもするんで、このニックス配合ってことでね、1頭取り上げておいて、まあ、今回はね、こういった形で5頭紹介してみました。以上、ハッチーでした。